こんばんは。ありがとう。今日はなんか、あ、でもなんかちょっと取り掛かってるけど。なんか編み込み、ハーフアップです。今日はハーフアップにしてみました。ありがとうございます。ハーフアップ、お、ありがとう。高尾炭治郎さん、スイちゃん、ポニ太郎さん、ダンさん、和弘さん、ラッコさん、サトさん、ヤッシさん、サトルンさん、セイヤンさん、ミュウミオさん、トゥエールさん、ダンさん、シンさん、ヒロトさん、メガバイトさん、ロックオンさん、アオちゃん、ナリーさん、レイクさん、鳥取太郎さん、カズさん、ヒデさん、ミツルンさん、ありがとうございます。にひこさん、ひらりんはっとさん、なりばあさん、やしまりゅうさん、てるさん、いよたん、せいやんさん、近い。あ、そう、今日はパセリの生誕祭と、あと感じだよ。立体的なやつだよ。すごく良かった。そう、あとは国土交通省さんにいつも ST 応援していただいてて、でその C2C プロジェクトの新しいキャラクターができるということで、もうココちゃんっていう女の子がいるんですけど、男の子の新しい子のキャラクターをね、なんか募集してたから、私も 参加してみて、で未来君いろいろ考えて、いっぱい候補があって、でも未来君にしたんだよ。そしたら、そう、まさかの
その未来君に決まりました。すごいよね、びっくりしたよ。あ、そうなの。まさかのまさか。結構夜中までずっと考えたりして。すごいよね、嬉しいな。まさかのまさかだよね。まさか本当に一生懸命そう考えたけど、考えたからすごい嬉しいけど、でも本当にみたいな、本当に覚えやすい。確かに覚えやすい名前かも。やったー、嬉しいな、本当嬉しい。そう、ココちゃんともね、ここから未来へという思いがあって、やったねと思ったら、なんかそう、その名付け親の方にはいろんなプレゼントとかあってびっくりしたよね。そういえばなんかあるんやったっけと思ってみたら、なんかその図書券、なんかいろいろあったのよ。あ、そうなの。なんか詰め合わせみたいな、なんかいっぱいありましたね、びっくりした。あ、そういえばと思ってみたら、あ、こんなにあったんだと思って、たくさんありました、詰め合わせが。いや、本当に、まあ、その未来くん、いや、まさか自分のそんな考えた名前が本当にそうな、その名前、キャラクターの名前になるとはな、嬉しいな。そうだよ、公式キャラクターの名付け親ってすごいやつよね。え、すごいよね。もうすごいと思う。すごいと思う。すごいですよ。後で家族にも連絡しよう。あ、未来くんと一緒にね、なんかできたらいいなと思います。なんかに成長していこうね。共演、コラボ、もう知ってる、確かにもう知ってるかもしれない。結構家族も知ってる、私の活動について。嬉しいな。すごい。こんな感じで STU のこともいろんな方に知ってもらえたらいいですよね。高尾坂って誰みたいなって感じですけど、
さん、せんべいさん、大西くん、としやさん、ゆうさん、かずさん、ひろとさん、鳥取太郎さん、よしとさん、いときんさん、うっかりあんこさん、レッドレーサーさん、よしとさん、こっぺさん、F 渋谷さん、ありがとう。やったね。そう、高尾さやかって誰って言われたら、あの国土交通省新キャラの名付け親ですと。伝えてください。誰に聞かれる？誰？今日は僕の誕生日。誰？まさふみ。まさふみさん、ありがとうございます。茨城県から。素敵な一年と幸せの一年にしましょうね。肩書き強すぎるね。そう、なんかできたらいいなって思います。髪型はこんな感じです。またズームになってる。そう、半袖もうなんかリハーサルが本当に暑くて、もうね、半袖じゃないと暑すぎて無理だろうなと思って半袖。おはよう。生誕ティー可愛すぎて、お、嬉しい。まだ6日目だけど、高尾さやか推しになってよかった。よかった。そう思ってもらえることは私の生きがい。髪型可愛すぎる。お、とハーフアップ最近してなかったけど、久しぶりにしたかな。え、そうなの。そう、生誕ティーも受注生産になってるんで、あ、ようさん、そう、だから期間限定だからお忘れなく。忘れられてる方いらっしゃるかな。ありがとうね。生誕祭までに来るか。そう、なんかどうなんだろうと思った。
リアルお話し会の日が締め切り。ああそういうことか、いいね、覚えやすい。お、ありがとうございます。タイサさん、ベレッタさん、アオトさん、リュウヘイさん、ありがとう。今日はパセルの生誕祭だった。でね、なんか MC でパセリのについてみたいなあったんですけど、なんか時間がなくなっちゃってからなんか最後なんかじゃあ手短にみたいな感じになって、なんかめっちゃ早くちゃった。そうなんや。なんかパセリについてみたいな話してて、私はちょっと変わったパセリのなんかエピソードがありまして、それをね言ったんですけど、そう、パセリのちょっと変わった STU とかメンバーの中でなんか一番だと思うことでしたね。なんかアイドルとかそのまあ誰でもこうメイクをするときってピンをするんですよ。大体みんな一つとかなんですけど、私この前びっくりしたのがパセリの前髪にピンが3つついてて、前髪だけに3つついててびっくりしたね。3つもついてるみたいな。ヘアピンもなんかすごい大きいやつが3つそう1、2、3みたいな、1、2、3、なんかほぼそう、うん、そしたら昨日あの僕らの春夏秋冬の MV 撮影があったんですけど、やっぱり気合が入っていたからかピンが5個に増えてて、びっくりしたよ。絶対これは多分そうマネージャーさんも言ってて、多分48-1なんじゃないかって言ってた。すごいな。まあでも私もねたくさんね、もうみんな褒めてたから、ちょっと私はちょっと変わったことを話しました。
うん、私はつけてもそう、なんか髪の毛してもらう時とかは横髪とかの関係で2個したりするけど、メイクとかメイクに終わった後とかもずっとつけてるから3つ。私ピンもしかももうすぐ取りますね。おっちょこちょいな面はいっぱいあった。そうゆなゆなが言ってたけど、食べ物をこぼすみたいな、それは本当に賛同してて、なんか私パセリとなんかご飯食べに行ったりとかした時、ほぼなんかこうごちそうさまでしたってしてレジに行く時とか、なんか絶対なんかズボンとかなんか洋服に絶対になんかついてて、いや絶対についてるの、もう 100% 今のところ 100% ぐらいだから、そうなんか行く途中に今日珍しい色のなんかズボンやねみたいな言ったら、そうこれなんか新しく買ったとか言ってて、それ聞いた後にそのなんか多分なんか多様なソースみたいなやつがなんかついてて、はぁみたいな、パセリパセリついとる、パセリみたいな、もう言うのも もうこそこそ話になるぐらい、ちょっとパセリついとるそう、でもパセリもうんみたいな、まあいいや絶対まあいいやって思ってないけど、多分私に心配をかけさせたくないからかな、ちょっとまあいいやって、そうだけんなんか布巾とかで取るみたいな言って、大丈夫みたいな、今んとこ 100% だからな。しかも2人で行った時のみならず3人4人でも絶対ついてる。だけどもう最近本当にちょっと見ちゃうもんね、私こぼしてないか心配になって、今日はこぼしてるみたいな、でこぼしててやっぱりみたいな、絶対見ちゃうもん、普通見ないけどなんか見ちゃう。何それ。サイアン意外と大丈夫なのよ。結構ギャップだよね。パセリよくなんか年下メンバーのなんかママみたいなお母さんみたいな感じでキビキビと動いたりしてるけど。買ってみたら食べたものがついてるから。今日の MC めっちゃ面白かったです。私その言葉を聞ける日が来る日が来るって思ってなかった。この人生の中で今日の MC 面白かったですって言ってもらえる日が来る日が来るなんて来る日が来るなんて思ってなかった。こんな日が来るんだねって今思いました。あ、さやかりんが、あ、さやかりんが一人がいい、あ、それはさやかりんが面白いやつそうですね今日のひまわりのやつね、
そう、なんか私がちょっとオチになったやつ。わらわらって感じよ、これは。本当に違ったよね。ちょっと違ったけど嬉しいです。ちょっとまだ来てなかった。田辺さん、健太郎さん、サトルンさん、リンさん、ありがとう。サヤンです。そうだよ、ちょっと本当にずっとネタバレ言ってるんですけど、ネタバレというか公演のこと言ってるんですけど、ひまわりの MC は今日はなんかパセリ関連もあって、なんか一緒に住みたいランキングの話になって、一回なんかその5枚目シングルのイベントの時にねあったんですよ、そういう企画が、アンケートみたいな。ありがとう。最初パンちゃんとさこちゃんとさやかりんと私の4人なんですけど、ひまわりメンバーが、そう、ママさやかわいかった、嬉しい。そのおもこいのイベントの時はそうですね、先輩方がアンケートで2期生で一緒に住むなら誰みたいなアンケートがあって、それでその時もそう、すごいめちゃめちゃびっくりしたんですけど、そうそうそう、そう、無観客でやったやつですね。1番だったの私、1位だったのその時。なんかその時は本当に冗談で、1位は誰だと思いますかみたいな、いや絶対自分だみたいなこと言ってたんですけど、なんか本当に1位でめっちゃびっくりしたみたいな、そんな感じだったんだよね。で今回はもうそのひまわりメンバーでは誰だみたいな、ちょっとすごく良い展開になってきて、そしたら最初パンちゃんがさこちゃんって言って、あーみたいな、さこちゃんいいよねみたいな、なんかさこちゃんはなんか一家に一人必要みたいな、なんかこうやっぱりそう、さこちゃん目があったらすごいなんかこう笑顔がすごく可愛いみたいな、ああ確かにと思って、でそういうさこちゃん終わったら、さこちゃんパンちゃんって言ったの、そしたら、あ、量もいいじゃんみたいな。言わなくなる。そう、成立して、じゃあ一緒に住んだらってぐらい本当に。なんかパンちゃんおっとりしてるしみたいな、まったりできそうみたい、だからうん、私もまったりできるけどって言って行ったら、そこちゃんに言ったら、そこちゃんが、あーじゃあ次行こうみたいな、そこちゃんに、そこちゃんに次行こうって言われたんだよ。そこちゃんに次行こうって言われて、あ次になっちゃって、次はじゃあ、あーじゃあ自分ってなって、で私はちょっとさやかりんですって言って、さやかりんとはなんかよくなんか東京行った時とかこうよくね同室になって
よく過ごしてたから、さやかりん本当に過ごしやすくて、だからなんか何言ってもなんかそう怒らない感じとか、うん、なんかそうそうみたいなこと言って、ちょっとこの流れはね来てるよねみたいな、この流れ来てるよねって思ったんですよ。この流れはまあ思ったらね、あれかもしれないけど、やっぱりさやかりんもそう私と同じかなみたいなって思ったら、なんかさやかりんのちょっと表情がだんだんとちょっとなんか私と目が合わなくなってきて、ん？と思ったら、私は一人がいいですさやかりん、これはアンケートで待って、めっちゃだからさやかりん、これはアンケートで話だし、うん、嘘でもいいんだよみたいなみたいな、まあまあまあ、あでもこれはちゃんとそうですね、まあ言ってしまえばそうですね、ちゃんとリハーサルでもこういう話をしたんですけどまあまあまあ、そう、そうです、これは完全なるそう完全なる、まあ流れなんですけど、ある流れっていうかまあでもそうまあでもいい感じにまとまった私的にはまとまってないけど、まあみんなと会場的にはまとまって、まあ、次にいたんですけど、まあ、私一人だけまとまらずにいたんですけど、まあ、そんな感じでした。でも本当にさやかりんの気持ちはそうでした。さやかりんはやっぱり一人がいい、そうそうそうね、ちゃんとオチがありましたなんかひまわりってあんまりオチがない気がするんですけど、なかなか良かったですか？ありがとうございます。なんか今日ね、確かに結構みんながなんか結構会場がいい感じだったような、時々ひまわりの店ってなんか皆さんの頭の上にハテナがあるような感じで終わっちゃうんですけど、なんか今日はいい感じにみんなでよし竹内先輩に行こうって感じがしましたまあそれもいい感じ、もうずっとなんかもうひまわりの MC ってなんかパンちゃんがずっと不安がってるのよ。パンちゃんがいつもねえこれどうしようみたいな、もしなんか受けなかったらどうしようみたいなずっと言ってるの。
そうそうそう、なけんそう、そんなに考えなくていいよって言って、私なんでか分かんないけど、でも多分ひまわりはそう、なんかそのなんかその感じもいいってなんか思ってくださる方もいるかもしれんし、ひまわりにしか出せない雰囲気とかもあると思うし、だからそう何考えずにみたいな。そう、なんか最初はね、なんか気前の MC もっともっと元気にみたいな、もっと元気出してみんながワーワー言ってみたいなっていう言ったらみたいな感じのなんかことも言われたりしたけど、なんかもう今は逆にひまわりはもうひまわりでみたいな、その空気感でみたいな、ということで私ちょっと夜ご飯食べてないや、そういえば、めっちゃお腹鳴ってるんですけど、ありがとう。今日ひまわり良かったですか？良かったですか？今日はいつもよりもっと大きなひまわり、なったらいいなと思って。イメージできましたか？ひまわりと太陽。可愛かった、嬉しい、嬉しいございます。んと、高尾ゴンヤン、せいちゃんありがとう。そうなんかそう AKB さんも僕の対応するみたいな、そう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 、すごいね、2つのグループが。僕対するんだな。あ、ヤッホーありがとう。
AKB さんのやっぱり僕隊はすごい多分すごいんだろうな。なんかそう来たらあれですね、合同公演みたいなしてみたいですね。僕隊8人で、8人で僕隊、へえ、8人で、へえ、8人か、じゃあユニットとかも、ひまわり8人ひまわり8人、なんかあれだよね、ユニットも2人2人とかでするのかな。ひまわり8人サイの努力家だなぁと言って、嬉しいです、ありがとうね、ありがとうございます、本当に来てくれて。そうだよね、ずっと8人でするとかじゃなくて、もうひまわり8人ちょっと違ってるよ。ひまわりソロすごいね。なんか交代交代みたいな感じで出るのかな。ほんとなんか16人で公演できてるのすごい感謝ですよね。当たり前のことじゃないからな。MC もソロはちょっとソロ MC 寂しいな。そうだ、ずっと2人とかでしたよね AKB さんって。公演はポンポン対ソロはもうポンポン対ソロはちょっと、じゃあなんかやっぱり覚える曲が増えますよね。確かに。逆にね、キツネさん、餃子さん、レッドレーサーさん、餃子食べたいな。なんか餃子なら食べれる気がする。餃子食べようかな、家にないけど。冷凍でも美味しいですもんね。餃子は作らん。
餃子配信してる。え？餃子絶対作ると1時間2時間ぐらいかかりそう。美味しいですよね冷凍餃子。え、嬉しい、ありがとう、嬉しい。作って簡単なの。なんか餃子って冷凍はなんか冷凍でも一回焼かないといかんよね。でもこの前コンビニのやつはレンジでいいやつだった。ははは。そうそう、結構ね、焼き餃子、水餃子、揚げ餃子、レモン餃子とかもあるのかな。あかりんさんが餃子食べる配信、へえ、いいな。西川玲さんがよく餃子配信してる餃子配信してるの。へえ、レモン餃子美味しそう。やっぱチャーハンとかも餃子とかも一回フライパンとかで焼いた方がいいんですね。有名なんだ有名なんだ。呼んだ餃子情報たくさん。餃子はそうですね、やっぱりシンプルに餃子はちょっとその餃子のタレで食べたいです。やば、今餃子が今なんかイメージしてきた。今餃子が今なんか頭の中を支配してきた。餃子の今香りが今来た。誰か餃子食べたいって人いますかね、メンバーの中でメンバーの中で。いや絶対これメンバーの中でって言わんかったらあー、わかる、ラーメン屋さんの餃子美味しいよね。いやー、一人がいい。そう、一人で食べに行く方が一番いいんですよね。なんか私結構メンバー一人行動なんか多くて、意外と私少数派なんかなと思った。あんまり一人で行かないから。私一人行動あんまりしないんだよね。そうなんだ。一人ご飯なんか寂しいかなと思って。一人ご飯でもみんなだってダイエットしてるから。家だったら全然いいんだけど、なんか食べに行くとかあったら一人は寂しい。なんか買ってから
お持ち帰りとかならいいけど、そうお店とかは寂しい。確かそう、一人で行くならそう、もう家で食べるって感じ。慣れか。なんだろうね、この性格は。でも意外とみんな一人で食べに行ったりとか。すいません、ちょっと間違えましたね。家で食べるときはほぼ作りますね。一人楽、確かに楽なところはありますよ。今はこのポテトチップスが2個あって、ビーフってどんな味なんだろう。ずっと食べてないんですけど。明太マヨビーフ。味なんだろう。ずっと気になって、ずっと食べん。そう、わさビーフめっちゃ好きで、明太マヨビーフもどうなんだろう。明太マヨのビーフですよね。明太マヨビーフってどんな味なんって思って、でも明太マヨビーフって結構気分があるから、だからやっぱりちょっとこっちの辛いやつにしようかなとか。明太マヨビーフか、このカラムチョ。カラムチョも味がわかるから。めっちゃ美味しい。煮込み？つながってる？これ結んでます。ずっとこれで考えて、ずっとそれで考えて時間が過ぎていってるんですけど、カラムーチョ美味しいですよね。カラムーチョと梅ムーチョと迷って、それがカラムーチョは買って、またカラムーチョと明太マヨビーフで迷ってるんですけど、明太マヨビーフは本当にちょっとどんな味か想像つかないんですよね。
どんな味？明太マヨにビーフでしょ。多分結構ヘビーだと思う。これはちょっとこれ食べてみますか。一回食べてみようかな。じゃあ一回食べてみる。もうずっとこれ気になってずっと気になってるものなんですけど、でも私今カラムーチョの気分なんですよねじゃあカラムーチョ食べればいいよね。でも配信で食べるならこの未知の味ですよね。気になるのでも食べてみますね。さすがにずっとあるもん家に、ずっとあるから。これはごめんなさい、これはタンプレでタンプレでもらったやつですね。しまえば1年間ずっとこれどんな味なんだろうって思いながら過ごしてて、わかんない2021年って書いたんですけど、まあ大丈夫ですよ。大丈夫です。賞味なんで。賞味は全然いいと思います。食べてみましょうか。ありがとう。今開けた瞬間に匂いがおお、すごいぞこの香り。おお、すごい香りだ。この香りすごい、なんかピザみたいな香りがする。ちょっとこんな感じ、明太子みたいな
がついてるみたいな、そんな感じの色ですね。食べてみようかな。ふん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 、美味しいです。おい、想像よりももっとずっと美味しいですね、これ。なんかピザみたいな味がする。ピザみたいな味ですね。なんかピザの明太子とお餅のピザみたいな味じゃないですか。あれみたいな感じ。ビーフ感もあるけど、なんて言ったらいいんだろうね。なんかブラックペッパーが入ったベーコン入りのポテトサラダみたいな味。明太マヨ、確かに明太マヨ。味濃ゆいけど、でもきつくない濃ゆさ、良い濃ゆさ。そうですね、止まらないです。明太の味するけどピザって感じ。これはもうちょっと映画見ながら食べたい。ピザ、ピザだこれ本当に。本当にピザポテトと本当に仲間って感じ。多分これ賞味期限がちょっと切れてるから、もしかしたらちょっと味が普通と違うかもしれないけど、でもそう、なんかピザのマヨ系のピザみたいな。そう、熟成されてるかもしれない。逆に。大丈夫かな。でも味そんなに
変わんない変わんない味そんなに変わった味じゃないんで多分大丈夫。もう元の味は知りませんでも大丈夫、なんか変な匂いがしたらダメなんだよね別に。これは鈴木彩香さんからの多分タンプレだった、うん、だからみんな言わないでね、パンちゃんにダメだよ。そう、秘密。もう行った？パンちゃん今配信してるんか。確かに。ね、今配信してるんか。早っ。してないなら大丈夫。多分忘れてる明日にはみんな。夜ご飯ポテチって大丈夫かな。そう、沖さんのそのコラムに私そう登場したんですよ。嬉しい。その今日も公演があったエディオンホールさんの紹介も兼ねて高尾さやかで、よいしょっと。
そういろんな職場体験みたいになったんですけど、表情だけはプロ。そう、なんか奥さんもなんか締め切り間近だからちょっといいって言われて、本当にすぐパッパ写真撮って、でその後になんかもう3分ぐらい経ったら、じゃあこれで提出するねみたいなの言ってて、えってえもう分できたんですかみたいな、うんってえ早みたいなと思って、今さっきなんかその記事見たら、これをって本当に3分ぐらい、めっちゃ早かった、びっくりした。しっかりとした内容だし、ねー、すげー、今のちょっと笑わさないで。前美味しいですね。うん、確かに。明太、なんかポテト、皮付きのポテトに明太マヨをつけたような味がしますね。ちょっとそのまますぎる。本当にそんな感じの味です。ビーフはもうポテトについとるやつ、あ、粗挽き胡椒を、粗挽き胡椒の明太マヨのソースに皮付きポテトフライをつけたような味。想像できてきた。よかった。
味しいです。よし。いや、あざとくない。今のどこがあざといの？今のあざとかったですか？わんぱくな感じ。私なんかご飯食べた時にわんぱくって言われるんよね。何か食べてる時にめっちゃワンパックって言われて、なんか何やったかな。最近食べたやつなんとか。ティッシュ食べてないです。
美味しい。そう、私このまま食べるんですよね。でも普通ひっくり返すよね、お皿に。私はこのまま食べて、そのまま食べる。で、縦にしながら食べる。したらこのカラメルのところも一緒に食べれるから。混ぜる人いる？へえ、混ぜるんだ。混ぜはね、せん。ん？混ぜて飲む？そんな食べ方というか、飲み方があるの？ ストローで吸い込む。 そんなプリンをドリンクのように。すごい。 すごいな。最近プリンにめっちゃハマってて、プリンは時でも食べれるので、どんな日でもプリンは食べれますね。でも私焼きプリンはあんまり。毎日買ってる。いや、私はこの柔らかいプリンが一番好き。
今日の夜ご飯終了。食べんわ。リップ食べんわ。もうお腹いっぱいですね。こう見たらさ、なんかあれしてるみたい。なんだっけ、この髪型、この髪型なんていうんだか、ここで後ろで束ねる人、結婚式の結婚式の祝いに来る人っていう、そういうそう、まとめ髪、パーティーのやつ、パーティーってそんな感じのあれなんやね。パーティーの祝いに来る人、こんな感じ。え、何、チキさんお誕生日おめでとう。チキさんおめでとう、お誕生日。あ、本当だ、今日誕生日でした。チキさんおめでとう、ハッピーバースデー。素敵な1年と、あと高尾さやか推しの1年にしましょうね。こんなこと言われると思ってなかったでしょ。チキさん、ここの雰囲気大好きなんですって、私の配信の雰囲気、ありがとう。ちょっと今日なんかちょっと今日はいつもと違う感じの、ちょっとポテチとプリン食べてたんですけど、そう、いつもはこんなにわんぱくではない。そうそうそう、ちょっと急に何って感じですけど、ありがとう。嬉しいな。なんか最近また皆さんの優しさが私の心に浸透してきてます。知り合いがハマってて、その流れでハマりくれてる。知り合い誰だろう、ありがとう、その流れでいい感じ。やっぱ知り合いの影響ってすごいありますよね。めっちゃわかる。皆さんも知り合いに私のことを言おうね。
そうだよね、私のファンの方みんな優しいもんね。優しいよね。セリア。おー、ちかっぱさんよろしくです。へー、ちかっぱさん12月の12ですよね、福岡で。よろしくです。11月29、35年経った。え、すごい。私そう29、30で12月1日で3日間出るのよ。そう、豆柴さんとのその対バンが先ですもんね。今高尾さやかにハマってるって昔の知り合いに言うと、知り合いもハマってるって言われた。知り合いばっかりどういうことなんで、知り合いばっかりで面白い。知り合いはいっぱいいた今。みんなつながってるの。どんどんなんかそういう線でできてる。嬉しいですよ本当に。あ、お見送りね、ありがとう。確かに今は12月21、29、30で12月1、6、12、16ですかね。確かに結構ライブ今ありますね。あー、そうなの。いや、でもそういう知り合い、皆さんのファンの方の知り合いとかも、私勝手に親近感湧いてるので、なんか親近感湧くよね。ね、ライブ多い、本当にちょっと前ではあまり考えれないぐらい。あ、よかった。公演中は嫌なこと忘れられる、よかった。ん、親近感湧く。なんかね、だからね、12月の12だっけな。お、初めて近くで見る。確かにお見送りって近くで見れるよね。公園はなんか最前の方とかは近いけど。あ、公園ありがとう。お見送りちょっと近くなったのかな。確かにツアーの時とかよりも近くなったような。そう、今日もちょっとなんかステージ上で膝立ちって感じだった。今お見送りあるんだよ。初だったんだ。ああ、そう、お見送りまだあのメンバーはともファンの方も声出しちゃいけないですね。だから今日もなんかステージのあの幕がこう真ん中から開くときに、私真ん中だったんですよ。
真ん中が私とパンちゃんのところはパンちゃんと、これどういう顔しとけばいいのみたいな、これどういう顔で登場したらいいのみたいな、でなんかちょっとなんかって言ってたら空いたから、ちょっとなんかペコリみたいな感じだった。ペコリみたいな。確かに。ソース感？いや本当にあれ本当に。あら。ペコリ。今日もなんかそうちょっとダジャレを言おうかなって思ったけど、今日は言わんかったね。あのスタイルすごいよね。なんかなんだろうね。でも多分これからも続くっぽいですね、あれ。あっちの方がいいのかな。ショック。あーメンバー側、うん、意外と膝がねちょっと痛いですね。まあでも座布団あるんだけどね、あるけど結構なんかよく分からんけど、なんかね、なんか混むから、なんか分かんない。ウルトラセブンさん、あおちゃん、エビスさん、監督さん、ひろとさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。鳥取太郎さん、ありがとう。あ、本当だ。もう今日一日終わりますね。なんかご飯、夜ご飯食べてたら終わった。私もプリン食べてた。私の時の生誕祭会場があれだからどうなるんだろう。またなんかあるのかな。前はねなんかステージの前に立ってだったんですけど、なんかすごい楽しみ、楽しみですね。お見送りすごいことになりそう。みんな皆さんですもんね。多分私のことを好きな方ですもんね。そうですよね。生誕祭って。多分私の生誕祭って私のファンの方と私のことをやっぱり
好きな方ですよね。あ、ありがとう。あ、確かにグリル版で買ってる。幸せすぎますよね、それ。ですよね。それは幸せすぎて、みんな私の前で詰まる。みんな私の前で詰まっていく、お見送り。ちょっと面白すぎるね。それは面白すぎるんだけど。全然進まなくなる。みんなちゃんと間開けて。確かに。あー面白い。なんかね、一番最後に立ってるパターンかもしれへんし、真ん中かもしれないですよ。ちょっと真ん中やったら絶対なんか真ん中だけなんか進みが遅くなるやつになりそうだな。そんなことないかな。なんか真ん中だけなんか急に進み急にスローリーになる。私真ん中なんよいつも、名前順的に。最後か。あ、2周目とかない、2周目とかないですよ。そんな2周目だ。握手会、今日はさ、パセリラストだった。ラストかな、多分、わかんない、違うかもしれないです。ループアイ、ループアイ、どんなお見送り。あ、みんなそうだったんか。私もあの花冠みたいになりますかね。どういう質問って感じですね。すいません。ちょっと私の鼻冠どんな感じなんだろう。楽しみにしてきますね。答えた。ここで答えるのも面白いですけどね。ここでこうだよ。何色でみたいな言ったら面白い。ありがとう。楽しみにしておきます。もう気になりすぎて、なんか本当に、なんか皆さん、みんなのメンバーのその生誕祭が全部素敵すぎて本当に気になる。ワクワクだね、本当に。想像、なんかずっとなんかどんな感じなんだろうと思ってたけど、だんだんちょっと会場だけはちょっとイメージつかないけど、初めてだから。前髪も固まってるの、めちゃめちゃ。もうね、ずっとね、スプレーで固めてるからさ、固まってるのめっちゃ。そう、パセリの花はアイスクリームみたいになってた。コーンみたいなやつになってた。コーンアイスみたいな。
あ、ツイッター読んつくしかで半目だ、全部半目でした、ごめんね。今日私もあんまり顔が完成されてないんだよ、顔がね、あんまり今日なんか完成されてない気がしたんですけど、スクショ取れたかな、はあ、ありがとうありがとう、ポテチタイム、ああポテチ、ハーフアップ、スクショね、そう連写モードないよね、結構先手がもんね、うん、髪型は自分で消えました、今日なんかハーフアップにしちゃって控えめな感じにしたかった、今日、あ、やばい、今日一日終わりますね、今日は夜ご飯とか一緒にありがとうございます、ね、時間過ぎるの早い、じゃあ誕生日変わったらお意味しますね、うん、ありがとう、珍しかった、そうなかなか一緒に食べないから、生誕祭まで、確かに生誕祭あと1ヶ月後か結構、あ、そうだそうだ、1ヶ月後だ、メガバイトさん、よっちゃん、あーさん、高尾炭治郎さん、ありがとう、うん、なんかすごい緊張してましたね、すでにあの発表された時からすごい緊張しちゃって、今は楽しみだけど、そう、推し編、推し編、ごめんごめん、ポテチの音ごめんなさいね、あ、ありがとう、ん？あ、向かった今日の1位はスイちゃん、ありがとうございます、2位はコッペさん、3位はあおちゃん、4位は高尾炭治郎さん、5位はひろとさん、6位はロックオンさんすごい、7位はきつねさん、8位はせいやんさん、9
9位は高尾ゴンヤン、10位はミツルンさん、11位は F 渋谷さん、12位は監督さん、13位はリンさん、ありがとうございます。こちらこそ。たてさま、大西くん、 A ちゃん、サトルンさん、ナリさん、エビスさん、ありがとうございます。ちゃん、パトさん、牛がぴょんぴょん、ジャッキーさん、ちくわドーナツさん、マピさん、カンテさん、カメさん、ガッちゃん、マサトシさん、サンパチさん、シンジさん、ゴジュアップくん、メガバイトさん、34位がレッドレーサーさん、ありがとうございます。花のすけさん、ありがとう。まあ、ありがとう。いえ、こちらこそありがとうございます。皆様もゆっくり休まれてください。水曜日と。ありがとう。もうありがとう。公演の感想聞きたいです。うん、めっちゃ元気ですよ。いえいえ、ゆっくり。いえいえ、すやすや。足は、そう、大丈夫。大丈夫だと思います。そう、もうね、さすがに押したら痛いけど、うん、だいぶ大丈夫になりましたね。そう、ありがとうございます。だいぶ、もう痛いって感じることもないし。一応まだ、なんか靴紐とかはゆるーくしてるけど、押さないでそれな、さっきありがとう、演技もらえた。そう、リコちゃんがね、リコちゃんがそう急にちょっとあれが足がね、お大事にだ。今日のライブありがとうございます。そう、リコちゃんと結構隣の時が多いからね。そうあ、リコちゃん元気、安心してる、よかったよかった。キイチローさん、いっぱいありがとう。クモハさん、ありがとう。あ、うん、今日寝れそうです。
そうで、明日は昼前直送便がありますね。久しぶりのみっちゅうさん。え、本当だ、15,000人。なんで、え、15,000人、なんで、あんなにポテチ食べたあんなにポテチ食べながらここしか映してなくて、プリン食べてだったのに、なんでなんで、大丈夫かな、あんな感じだったけど、何も気にせずにいたけど。あ、ときめっきーさん頑張った、ありがとう。今日もありがとう。ではでは、おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさーい。